お好み焼き永田屋 in 広島左側の奥です。玉ねぎ、大葉&チーズ、うわ、玉たらよくね、大盛りで玉ねぎ&大葉チーズの玉ねぎ&大葉&チーズそばでね、うまい。これもうまい。うん。肉みたい。初めての歯ごたえ。うん。良質。すごい噛み切れる。うん。うんうん。和牛なのかも。餃子？美味しい。餃子が？レモンの香り。美味しい。美味しい？よかった。頼んで。マネーこれをな。これが？うん、みんなみんな美味しい。お、なんだこれ？シャウエッセンなんだ。あ、だからなんだ。シャウエッセンでうまい。うまい。でもシャウエッセンの割に細くない？長い。すごい。違う、レベルが違う。まあアルトバイエルも美味しいけどね。お、レモンの味が肉と合う。コメンテーター。まず何使って？餃子の味が台無しになった。あ、でっか。くどくない。くどくない。うん、ペペロッといけます。ミッチャーとどう違う？こっちが？こっちが上品。なんかお好み焼きっていうより麺食ってるみたいなね、これ。そうだよね。もうお好み焼きにはチーズ入れると美味しい。これ入ってる？入ってる。いただきます。うまー。美味しいな、おばあ。合う。ね、全然違うね。うん。入ってない。入ってない。ないね、チーズと肉だけ。これは麺の入ってる麺ね。うん。なんでこんな変わり種かな。でもエビも入ってるらしいよ。なにね。だから。やば。歯ブラシなくしたから両手を買っていく。ジャンクみたい、これジャンクフードみたいなね。これ焼きうどんだ。あ、いいね。ご飯さんのおかげです。
だろ。量がすごい、うん、すごい。でもよくさ、このありがとうございます。このまま食えないよね。あ、食えよ。あれが食うなんですよ。食うなんですよ。聞いたことない。そうなの、うん、こうやってこのまま食うって飲んじゃったか。そうです。ワイルドだね。チキンでよろしいですか。はい、かしこまりました。